ラリーグマーリンズ3、20ドジャース、2024年9月19日マイアミ。ドジャース大谷に3本塁打を浴びたマーリンズのスキップ・シューメーカー監督も脱帽した。6打席目まで勝負を続けたが、1点差のゲームだったら、多分敬遠で歩かせていたと告白。この日は大差がついており、敬遠は野球の神が見ても不適切。このゲームに敬意を払い、勝負に行った。選手たちが恐れず 勝負に行ったことを誇りに思うと語り、マーリンズにとって良くない日でも、ベースボールにとっては良い日だったと続けた。7回に50号を打たれたバウマンは、彼が良い,い仕事をした。だからこそ彼は最高級の選手、と賛辞を送った。